どんな国になっているんでしょうね。妻と娘の元に帰るためには何としても死ねません。私にとって生きて帰るということは何よりも大事なことなんです。そんな日が来るといいですね。伊崎、まだわからないのか。うわ、とどまらない。忍び難き日を忍び難き日を忍びもって反省のために。気合いを見せろ。神話ここに国体を保持し得て重要な私の臆病者だった。宮部がなぜどこを選んだのか。あの人こそ生き残るべき人だった。それは戦争で生き残ったということなんだ。私らの世代にとってそれは愛しているという言葉と同じです。Just don't fucking knock. He's gonna reach my brother.